どうもエルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さあ風流廃墟やっと来たね。でけえなあ。ワッポイントもあるね。この辺りは楽できそうだな。いや新しいマップ来たってことは早めに瞳も欲しいね。スタミナ上限を上げたいからね。ここが風流廃墟の正門だな。オイラたちにとっては巨大だけど、タワリンみたいな大きな体でどうやって巣まで戻るんだろうな。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。さあ早速メイン進めますか。行き止まりだな。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか。あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど行こう。うん、回り道になるけど行こう。オウム返しじゃねえか。会話もする気ないね。この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってば本当真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずーっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに。どこが真面目なんだよ、嘘つくな。ハイモンの言い方きついよね。てかずっと酒飲んでたんだあの人。それもそれでなかなか熱々でしょ。からもちょこちょこ集めつつ、結構一本道な感じだもんね。だからと思ったら、あー君たちか。して炎は結構有効だからね。今のは相性良かったな。うわーめんどくさそうな感じが。ちなみに、あ、風消えてるね。そこか。はあ、移動はしやすそうだね。じゃ、さらば。落ちていったけど完全に落ちないのか。はい。あー登ってこれるね。
上なんかあるかな。あれはラッキーぐらいかな。あったね。ああ、おったから落ちるのやめてほしい。結構ね、落ちていって取れないってこと多いからね。うん。よし。でもね、なんかあったもんね。28か。それなりには高いね。よし。まあそこまで強くないから気にしなくていいんだけど。宝が2つあるね。ほんと？こっち。ああ、障壁が張ってある。これ通れないのか。だいぶ入り組んでるな。お、七神天神像。そしたら、これでマップ開放か。ほいっと。ほっと。さらに上。ほら、あそこ見てみろ。雰囲気がある。上まで行けるかもしれないな。さあ、広い。高低差が広いね。上下がなかなかだね。さて、あと2個で上がる。最後何個あるんだろうね。10まで行くらしいんでね。おう。飛んできてたらオッケーか。ね、あとは。さあね、まだね、シャンリンの武器がね、レベル1のまんまなんだよね。なかなか。元素熟知か。そうね、こっちレベル上げててそんなに差がないんだよね。まあでも熟知がついてるから早いっていうのもあるんだけどな。まあ上行こう。意外と内部侵入は楽ちんだったね。お？ゴーレムか。一応動かない。お？あ、発見。
宝箱の上に乗れたと思ったら乗れないね。でこうは？よーし。槍出てこないか。さすがにこの上はないよね。これ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。暴君については初めて聞くね。死ぬあれかな、原因になってるやつかな。こういった封印は僕の知る考古学の知識からすると動向装置が鍵に。動向装置か。途中で切れたね。ああ、わかりやすいね。散らばった全てのパーツを元に戻せば動向の儀式を完了できるだろう。見たところ動向の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置してまた様子を見てみよう。じゃあ拾ってって感じだね。さあワープ。あ、これでいいんだ。おお。ああ、3つか紋章。基本3つありそうだね、この感じだとね。装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ動向装置を探さないと全ての封印は解除できないということか。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。こんな装置と封印だらけのところに住んでてトワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしとこう。よし、そしたら3つだね。あー、ちゃんとワープもあるのか。これは後々探索楽そうだ。さあ、飛んで。この方向。あと楽なんだろうなと思いつつ、あったあった。これ風の瞳集め大変そうだね。お、あるね。ん？風が起きた。あ、一つ発見。で、ついて。意外とお宝はない感じかな。さて、あー、あと2つはと思ったら意外と近かったね。さあ、これで2つ。ついでに風の瞳と思ったけど、ないな。基本やっぱ3つか。ああ、この動向装置って本当にすごいんだな。
ある3つの光の輪の1つが地面になったな。と、早く次の装置を探そうぜ。と、と、おい、と、うん、せ、ゴマ、火を吹け、こりゃ、そうだね、この調子でパパッと集めてきますか。お宝も取れれば取りつつっていう感じだけど。で、やるなら一回中心に戻って飛ぶの繰り返しがいいのかな。うん、そんな感じだね。てかワープ取ってね。危ない危ない。じゃあワープ解放して中心に戻ってを繰り返していこうかな。よし、これで OK。 したか、そういうことか。まあ、先に集めよう。そうだね。よし、これで OK と。いろいろあったと。エンティとも仲間だと。きっとこの歌はヴァネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ。調子、私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。お、使えるの。安心して、こちらも絶好調。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者。秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。深く返すされるね。ウェンディーはどうなの。自由だよ。自由。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと、彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だと、そう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティでは旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。あー、じゃあやっぱあれはウェンティだったんだね。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。さあ、終わりの前にクリアだね。ってことは次ボス戦か。あー、風流廃墟に入るだもんね。よし、じゃあ今回切りがいいのでここまでにしましょう。ちょっと短めだけどね。次回はトワリンをちょっと助けに行きますか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃ、またね。